後楽園ホールからたっぷりとお送りしてまいります。お届けいたします市川勝也です。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。さあ早速最初の選手ゲストのこの方をご紹介いたしましょう。新たなユニットハイエンドからドラゴンキッド選手です。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。まあ、キッド選手そして大和選手に弁慶選手奥田圭介選手で新たなハイエンドが立ち上がりましたけれども、これイメージカラーというのは白を基調、まあ、白金赤、まあ、3色ですね、はい。まあ、だいぶユニットのイメージカラーの中では斬新かなという気もするんですけど。そうですね、まあ他のユニットとは被らないというか異質な感じ、はい。まあユニットとしてもねやっぱ最上級を目指しているので、はい、一番そのなんていうんですかね、神々しいというかそういうイメージを、はあはあ、はいはい。なるほど、まあ、今日の戦いも本当に楽しみなメインイベント控えてますからね。まず放送席からよろしくお願いいたします。さあそれでは本日の全対戦カードをご紹介いたしましょう。第1試合タグマッチ、横須賀進む UT VS シュンスカイウォーカージェイソン・リー。第2試合タグマッチ、斉藤亮パンチ富永 VS ウルティモドラゴン荒井健一郎。第3試合8人タグマッチ、 BB ハルク石田海人カズマ坂本ヒョウ VS 望月正明吉田隆ドン藤井ガンマ。第4試合6人タグマッチ、神田康史奥田圭介弁慶 VS KZ 堀口元気ダンス橋本。第5試合マスカラコントラマスカラ、ディアマンテ VS ボクティモドラゴン。そしてメインイベント第6試合が土井なるき復帰戦6人タグマッチ、エイタ、カイ、SB ケント VS 土井なるき、ヤマト、ドラゴンキッド組となっております。さあ大注目のメインイベントをキッド選手に伺ってまいりたいと思います。はい、キッド選手も出場いたします。この戦いはハイエンドのキッド選手、大和選手に同じコーナーに立つのが土井なるき選手、大暴走が帰ってきますねこの戦いで。そうですね、まあ、今日がやっぱり復帰戦、まあ、金網も5月5日金網、甲斐も SB ケントも、はい、まあ、僕ら大和とありますけども、まあ、それよりもやっぱり土井の復帰戦、はいっていう部分に個人的にね、やっぱり気になるというか楽しみにしている部分はあります。そうですか、はい、でも本当に欠かせないファイターの一人ですもんね、土井選手というのは。帰ってくるっていうのは木戸選手本当に嬉しいんじゃないですか。そうですね、やっぱりなんかこう、まあ、なんて言うんですかね、まあ、好きなんでしょうね個人的にね。いろいろありましたよ。そうですよね、はい、ここに至るまで最近でいきますとマキシマムでのつながりっていうのが、はい、ご本人前にしてこういうのもなんですが、もう押しかけ入門と言いますか。そうですね、はい、やっぱそれまではね対戦することが多かったんですけど、やっぱりマキシマムの時にね、はい、マキシマムに入るまでの過程というか、はい、その部分は十分楽しませてもらいました。はい、そうですね、まあ、本当に切っても切れないという中で、土井選手の側から見てみると、まあ、SB ケント選手などは昨年末ですよね、その登竜門世代をかけて RED と対戦した際に攻撃されて肘を負傷してしまって、さらにその後の神戸で土井善と菊田 SBK 組と対戦したんですが、まあそこでまた腕を破壊されてしまった。そうですね、そして右肘の手術を行ったというのがここまでのいきさつなんですよね。まあ土井からしたらやっぱりその分のね、そのまま欠場させられたわけですから、はい、まあ、しかしじゃないですけど、そういう思いっていうのは強いと思いますよ。まあ、ただ僕らもねやっぱりケントに関しては僕自身もやっぱりマスクを剥がされたりとかいろいろありますので、はい、その部分は、まあ、譲れない部分っていうのはもちろんありますね、はい。まあ、ここまでの戦いの中でこれは金網にまあ、至るということは必然でもあるでしょうし、はい、改めてなんですがね、その恩敵である SBK 選手とキッド選手がタッグを 5.5 名古屋で組む、はい、そして甲斐選手と大和選手も同様ということなんですが、
こういう状況を控えてって今本当に心境どうですか。大変だと思いますね。いやーまあね、もちろんやっぱりお互いね、大和とも話すんですけど、髪の毛、僕はマスクをね守らないといけない、そこを大前提として、はい、まあ、試合をね、金網というまた特殊なルールなので、はい、その中でどう勝ち抜いていくかっていう部分は、はい、さらにそこでパートナーが分かれるわけですから、僕自身もね、剣道と組むっていうことなんて誰も、まあ、大和もそうですけど望んでないわけですから、その中で、はい、どういう風な試合展開になっていくのかっていうのは、もう自分自身でもわからないですね。いや、はい、そうでしょうね、はい、まあ、その敗れてしまったタッグチームの2人が最後には戦うと、そしてそこでまた敗れた者が髪の毛ないし、キッド選手ならばマスクを失ってしまうという、はい、ちょっとまあなんでしょう、シビアさといってたらまたないなという気がしますよ ね、 すね、まあ、ただ大和も僕もお互いがねやっぱりまあ負ける気はしないしてないと、そこは2人とも意見は一致してるので、はいはい、もうなんていうんですかね、もう下手な小細工とか考えずにね、はい、正面からぶち当たっていきたいなと思ってます。はい、まあ、ということはそのハイエンドとしての2人の、はい、新たな絆っていうのはそこはもう崩れようがないというふうに見ていいですかね。そうですね、まあ、お互いねどちらが残っても、はい、必ず勝ち残ると、勝って守るという部分は、はい、一緒ですね、はい、まあ、名古屋は愛知県は、はい、キート選手のお膝元でもありますもんね、はい、まあ、そうですね、まあ、地元凱旋ですから、はいはい、そこに向けての戦いですね。もう今日は見逃せないそのメインイベント、土井成樹選手がどんな動きを見せてくれるかというところもですね、ご注目いただきたいと思います。さてさらにいきますと、まあ、これがまたマスカラコントラマスカラということで、敗れた方がマスクを失ってしまいます。 RED のディアマンテ VS チーム僕のボクティモドラゴン、これはもう率直にキード選手にどんな風に捉えてらっしゃるか伺いましょうか。いや、これはね本当にお互いなんですけど、やっぱり本当にすごいこのリスクがある、はい、お互いがリスクがある戦いだと思うので、もう僕自身もね、マスカラコントラマスカラというのはクネスト、はい、ダークネスドラゴンの時にですね、やりましたけども、もう二度とやりたくないなと本当にその時は思いましたね。あの時にねやっぱりマスクを剥いだ時の、はい、勝って守った時の喜びもそうですけども、はい、剥いだ時の何とも言えないその、気持ちっていう部分もやっぱりありましたので、はい、僕自身には、はい、だからそういう部分ではちょっと辛い戦いなのかなと、はい、まあ、状況が変わればねもちろん変わっていくんですけど、はい、まあ、エータともマスカラコントラ上白やりましたけど、はいはい、まあ、そういう部分ではね今日の、まあ、ディアマンテで僕にも、はい、まあ、2人のその気持ちっていうのは実際どんなものなのかっていうのは気になるところですね、はい、まあ、本当にそうですね。振り返るとダークネスドラゴン VS ドラゴンキッドというのは2002年有明でしたかね、はい、あの時はですから金網絡みだったりマスカラコントラカベジェラマスクと髪の毛をかけてという戦いはたびたびあったんですけれども、純然たる1対1の戦いでマスクとマスクをかけて戦うというのはちょっとそのダークネスドラゴン選手キート選手の試合以来脳裏に浮かばないんですけれども、そうですね、マスカラコントラマスカラはないんじゃないですかね、はい、まあ、何とも言えない気持ちになるというのは、まあ、見ていてその敗れた方がですよね、はい、涙ながらにマスクを剥いでいく姿っていうのがお互いね別に望んでることはではないですけどね、ただしっかりと決着をつけたいっていう気持ちが勝ってのこのルールなんで、はい、まあ、そこら辺はね見届けたいなと思ってます、はい、そうですか、まあ、そのお気持ちというのは木戸選手誰よりも理解してらっしゃるでしょうしね、はい、
まあ、この戦いが今日のセミファイナル最後にマスクをつけたままですね退場するのはどちらになるんでしょうか。ご注目いただきたいと思います。さあさらにいきますと第4試合の6人タッグマッチですね。こちらは 3.19 神戸大会でブレイブゲート戦が決定したんですけれども、現在のチャンピオンは奥田圭佑選手、チャレンジャーがパンチ富永選手で 4.22、 神戸でその戦いが決定したという中で奥田選手がまたどんな戦いを見せてくれるかということになってくると思うんですけれども、最近の奥田選手はどんな風にキート選手のメニューを、なんていうんですかね、ブレイブゲートのチャンピオンとしてのチャンピオンらしさというのがどん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 大きくなっていっているというか、はい、多分まだまだ成長していくんだろうな。チャンピオンが終わりじゃないんですよね、はい、チャンピオンになってからさらにどん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 成長していくという姿を、まあ、同じチームなんで、はい、ユニットなんでやっぱそれを間近で見れるというのは、ね、楽しいですよ。そうですよね、はい、ブレイブゲートの歴史というのはキート選手もチャンピオンとして大活躍してきました。何度も何度も防衛してきました。本当にドラゴンゲートを象徴するようなテクニックの戦い、まあ、それをこうしのぎ合うというような歴史だったと思うんですけれども、奥田選手の戦いっていうのはその打撃だったり膝がすごい、またちょっと異質というか、はい、今までもまあ僕自身にはできなかった戦いですよね。まあ、逆に言うとドラゴンゲートでは珍しい、はい、スタイルの選手なんじゃないかなと、でまたねそういう部分でまだ完全体というか、はい、まだまだ伸びしろがある状態で、はい、チャンピオンになってるわけですから、はい、やっぱりチャンピオンというのはそれなりに成長したもう俺が最強だでチャンピオンじゃないですか基本、はい、そうじゃないんですよね、なってからまだここからまだ行くかっていうのが、はい、やっぱりケスケにはあるので、はい、これがまた楽しみなんですよ、よくお話しされたりします、まあ、同じユニットですね。ユニットになってから、はい、するようになりましたね。だからそれまでは全然この知らないお互いのことをあまり知らないような状況だったので、はい、あれでしたけども、なんかやっぱり一緒に、ね、組むようになって間近で見るわけじゃないですか、はい、僕自身もケースケをもっと見るようになっていくと、あこんな面白い選手なんだなっていうのが、出てきますね、はい、そうですか、まあ、対戦相手がパンチ選手っていうのはどうですか、まあ、付け狙われてと言ったら言葉悪いですけれども執拗に食らいついて、まあ、いいんじゃないですかね。パンチ自身もそのケースケを踏み台にしてさらに上に上がるのか、はいね、まあ、逆にケースケがね、チャンピオンとしてしっかり、はい、潰してさらなる頂を目指すのかっていう部分だとは思うんですけど、まあただお互いね、メリットあるんじゃないですかね。そう見えますね、はい、まあ、ちなみにダンス橋本、はい、こちらはどうご覧に、いやそこですよね問題は、問題は、はい、いつそこに触れるのかなと思いましたけど、あそうでしたか、はい、はいはい、そこです。何ですかダンス橋本って、本人の強い要望によりということなんですが、和歌山大会では僕影虎という存在が登場しましたが、影ってそんな人でしたっけちょっととそこリンクしないんですよね。いやいや本当に強い要望言っちゃうんですね、でダンス橋本ってまたすごいですよね。踊るってことですかね、っていうことですよね。ナチュラルバイブスのメンバーとの、まあ、KG 選手堀口選手と6人タッグバイブスに入りたいっていうことそのアピールっていうことなんですかね。なんなんだろうな。今年はそうした風にいろいろやっていきますよというふうに影虎選手のアピールもあったんですが、はい、そこでダンス橋本というのは完全に気をつかれた意表をつかれたんだそうですねという気がしますよね。これはもう入場から楽しみですね。全くですね、まあ、その他でいきますとドリームゲート戦も決定している中で第1試合シュンスカイウォーカー選手がですね、はい、ヒップホップ菊田選手をチャレンジャーとしますけれども、その中でどんな戦いを見せてくれるか、ここも、まあそうですね、非常に楽しみになってまいります。マスカレード全体としてもですね、この流れの中で存在感を見せつけていかなければいけないということは明白です。
さあこの後まもなくゴングです。皆さん、本日はドラゴンゲートプロレスリングザ・ゲートオブファッション2021後楽園本大会へようこそ。ドラゴンゲート春の名古屋城決戦、愛知県体育館大会まで残り1ヶ月を切りました。選手たちのテンションは最高潮に上がっております。果たして本日聖地後楽園ホールでどんなドラマが皆さんを待ち受けているのか、あなたのその目でとくとご覧あれ。それではドラゴンゲートプロレスリングザ・ゲート・オブ・パッション2021後楽園ホール大会始まりです。レディー・ゴー。試合タッグマッチ15分一本勝負を行います。まずはナチュラルバイブス UT 横須賀進組の入場です。2021年 4.9 東京後楽園ホール大会です。戦いの殿堂に、さあナチュラルバイブス新生第2章となって UT がいます。その看板背負って新たに燃える心、そしてタッグ2冠王テクニックマスター横須賀進む。162cm 70kg UT。 2013年4月14日デビューの UT。 173cm 77kg
頼りになります。横須賀進む第71代オープンザトライアングルゲート王者、そして九州プロレスタッグ王者。さあ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 、ナチュラルバイブスがここ後楽園ホールに帰ってきたぞーい。ただいまー。ただもーいやーねー、おきそ、前回のねちょっとね巡業はね、ケイジさん、スムさん、僕は、ちょっとね出られなかったんでね、もう今日は本当にね元気いっぱい、元気がね、あり余ってますから。溜まってますよ、溜まってますよ、もうブン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 言ってますよ。溜まってますよ、溜まってますよ。やりますよ、俺たち、やりましょう。そしてね、バイブス、一つね、嬉しい報告がねありますからね。そうだね、まあ、今ね、4人しかいないですけど、4月22日の神戸三宝ホールで亀井拓人が帰ってきます。帰ってくるぜ、亀井。ようやく帰ってきます。ボン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 。まあ、ずっとね、ケイジさんが言ってますけど、亀井拓人、改造計画、改造計画ね、進んでますからね。もう大丈夫よ、ガンガンバイブス上げ上げで、上げ上げの、上げ上げのいろんなことを僕たち考えてますんで、皆さんご期待ください。はい、楽しみにしてちょうだい皆さん。はい、それよりそれよりもって言っちゃあれだけど、はい、ねえ、まあ亀井さん帰ってくるのはいいんですけど、僕らの試合ですよ。あの対戦カード見られました皆さん。うんってなりましたよね。うんって。ダンス橋本。ダンス橋本。ダンス橋本って。強い要望により今日名前が変わって登場というらしいですからね。いやちょっとこれもしかしてあれじゃないですか。それぐらいの覚悟で臨むっていうことは。なんかあるんじゃないですか、これねえ、ナチュラルバイブス、もしかするんですか、急なやりますよね、それは増員計画あるかもしれませんよ、皆さん、今日いや、それをまあ我々の試合楽しみにしていただきまして、はいはい、本日もね、まあ亀ちゃんは俺たちも帰ってるけど、土井なる気が今日このドラムゲート帰ってきましたから、はい、ねえ、待ってた人もいぶるでしょ、そりゃあ、そりゃそうだろう。いや、第1試合からバイブス上げて盛り上げて、最後のそのドイナルに復帰までがっちり盛り上がっていきたいと思います。皆さん準備大丈夫でしょうか。大丈夫ですか。できてますでしょうか。あらい、あー、いいね、いいですね、いいですね。その調子で最後まで盛り上がってちょうどいい。よろしくどうぞ。変わりまして、マスターレードジェイソン・リー、シュースカイウォーカー組の入場です。 4.22 神戸で仲間の一人亀井拓人が帰ってまいります。それから土井なる気がメインイベントで今日登場、復活が続くという中、ダンス橋本、これ本当に楽しみですが、さあその勝利を祈る舞の前に、こちらジェイソン・リー、シュン・スカイウォーカー、マスカレードの両雄がやってまいりました。マスカレード 168cm 72kg ジェイソン・リー、そしてジェイソン・リー、香港ドラゴン、パープルがよく似合っています。 183cm90kg シュン・スカイウォーカー、第32代オープン・ザ・ドリームゲートチャンピオン、シュン・スカイウォーカー、ここに降臨です。赤コーナー、マスカレードの入場曲ではなくシュンのもので登場ということになりました。それに対して進むのテーマソングでやってきたのは拳を合わせて、こちらナチュラルバイブス、先発を買って出る UT にジェイソン、さあ2人の息のいい戦いが見られそうです、楽しめそうです、この後楽園ホール大会。さあ放送席はハイエンドのドラゴンキッド選手、どうぞよろしくお願いいたします。まあジェイソンもそうですし、 UT も言葉がありましたね、戦えることが本当に嬉しいっていう今の状態ですよね。そうですね、やっぱりまあ僕らはねリング上で試合するのが全てですから、はい、もうそれ以上でもないですからね、はい、はい、
まあ、そんな中で UT こうして腕を捉えていきます。4月の14日がデビュー記念日ですから、もう丸々8年になるんですね。あ、もうそんなになりますか。メキシコでの活躍があって、凱旋して一大ムーブメントを巻き起こした一人ですけれども、それに対して、おお、コブラツイスト、それは投げで切り返してのジェイソンです。ジェイソンは元ツインゲート統一王者。ここからさあグラウンドに持ち込んで、この体勢ですね、まあ、足も使ってさらにフォールの体勢へ。サブミッションに光を当てて、さらに低空飛行ドロップキック、やっぱりいいですよね、動きがね。そうですね、なんかバイブスに入ってまた UT が光ってるような気がしますね、はい、本人もかねてから語ってるんですよね、はい、今までとは違う形でさらに燃え上がってと。そしてドリームゲートチャンピオンがやってまいりました。マスクマンはシュン・スカイウォーカー、進むとの戦い。この2人は2019年の8月24日大田区でシングルがありましたよね、はい、まあそのあたりでシュンが随分悩んでいました。そしてスランプを乗り越えてメキシコから帰国してドリームゲート獲得というここまで。もう今はね、堂々たるドリームゲートチャンピオン、はい、まあ、自分にも自信がすごいあるんじゃないですかね。もう本当に佇まいだったり動きからそれが伝わってきますよね、うん、もう一切悩みなんてないみたいなね、はい、そこで前回の和歌山では3度目の防衛戦、カズマ坂本戦、次はヒップホップ菊田戦ということになりました。菊田がやってきたっていうのはびっくりさせられましたけれども、 そしてまた防衛戦とかのペースがね、はい、なかなか結構ハードなんじゃないかなと。やっぱりタイトルマッチね、ドリームゲートやるにあたってね、はい、一試合一試合やっぱり魂削ってるわけですから。本人もそう語ってましたね、リングの上で。あ、こんな戦いをしていたら体が持たなくなるかもしれないと、それは分かっていると。でもその、まあ、はい、そうですよね。でもチャンピオンとしてはそこから逃げ出せないですからね。まさしくそうですね。チャンピオンらしく戦い打ってもらいたいなと思いますね。いや、王者は本当になってからが大変ですね。さあここは、おお、動きを止めましたね、 UT。 さらに抱え上げて UT、 足を痛めつけていきます。こうした一連の得意の攻撃、キッド選手は随分進む選手には食らってきましたよね。そうですね、やっぱり2人とも、まあ、言うても、まあ、進むはもちろんのことですけど、はい、2人ともテクニシャンですよね、やっぱり根本が、はい、UT もジャベを得意として、ね、はい、やっぱりやっていって、ね、そこから自分のバイブスの中で自分のポジションを築いていくという部分ではね、はい、しっかりしてるので、まあ足をこすかからこうやってまた寝技に引きずり込んでという進むです。いや本当にね、まあ、今はもう地味じゃないのかもしれないですけど、地味に効くんですよこういうのが。まあ、地味図時代って本当に思い出しますけれども。そして現在は時を経て第2期ナチュラルバイブスということになったこの2人。亀井選手どうなって帰ってくるんですかね。ちょっとね、楽しみですね、やっぱりさらにね、若い力というか若い勢いがね、はい、また加わったらこのバイブスまた勢いがさらに増すのかなと思うと、見てる方としてもちょっと楽しみですし、試合をするんであればさらにちょっと楽しみだなっていうのがあるので、まあ、ハイエンドから見てみたらそれ好敵手になってくる可能性が高いですもんね。まあ、もちろんハイエンドはやっぱりそれぞれのユニット、すべてのユニットの頂点に立つつもりなんで、はい、まあ、バイブスだろうがもちろん RD もそう、マスカレードもそう、負ける気はないですから、はい、そうですよね。改めて面白いですね、大和選手とキッド選手という2人が新鮮だったんですけれども、はい、そこに29歳同い年の2人、ベンスケということですから、はい、この取り合わせはさ、どんな感覚が起きるのかなと。そうですね、はい、まあ、それぞれね、まあ、やっぱシングルでもしっかりと結果を残してきている、まあ、ケンスケに関しては今のね、現ブレイブゲートチャンピオンですからね、はい、何の
文句もないでしょう、はい、しっかりあとはユニットとしても、はい、あの結果を残していけたらなと、はい、本当にここからですもんね。そうですね、ですから今がその世代闘争が集結して新ユニットも続々立ち上がってきたという中、マスカレードも自己主張していかなければいけないんじゃないでしょうかね。そうですね、ここは顎を砕いていく。まあ、だから俊一人に頼ってたらダメでしょうね。ああ、やっぱり。やっぱりそれぞれがユニット、はい、にユニットのメンバー全員がね、はい、やっぱりそれぞれが頑張っていかないと、結果を残していかないと。はい、まあ俊はその試練でもあった勝間坂本戦乗り越えました。おお、ブレーンバスター、力強い。体すごいですよね、俊って。いや、すごいですよね。本当に。まあ、今後の指針となるものが見えてきた、そんな風にカズマ戦を語りました。まあ、実際パワーもあるんで、はい、まあ、苦手な部分って一体あるのかなって今思うと、はいはい、何を何年か前ですか、悩んでた時期があった、何を悩んでたんだろうなっていうのは逆に今こうやって見ると思いますね。確かにそうですね。そこまで苦しんで苦しんで戦い抜いて結論を出したということは確かです。全く質の異なるチャレンジャーを連続して迎えることになるドリームゲートチャンピオン、それに対しては進む、さすがの技の巧みが、あ、声援は出せない中ですけれどもね、もう切り返してきた。手拍子もっとくれ、せっかく会場全部味方につけたのになのに、まあ、ひっくり返されてしまいましたが、そうなってくるとまた UT が助け立ちします。一人かわし、エルボー、バックスピンキック、バイシクルキック、お、飛び込んでクロスボディ、さらにモンキーフリップ、この技いいですね。すごいですね、脚力がね、やっぱ半端ないですね。本当に近くで見ると腿の張り凄まじいですね。そうですよね。さあ、そして今度はパフードラゴン、裏剣から、そして場外、いや、ここエプロンサイド飛び込んでくる、そしてブラスター、一撃食らわせると、ああ、進むが危ないと察知したか、カットに入ってくる、ジェイソンもやってきた、この動きに、進む、早いな、進む、すぐ帰ってきましたね。今外に出されたんですよ、早かったな、帰ってくる。あっという間、もう1秒2秒で戻ってきましたね。そしてまた手拍子巻き起こると、なだれ式エクスプロイダーの体勢に入るんですが、ジャンボの勝ち。右腕、まさにうなりを上げています。そしてトップロープから流れ式エクスプロイダー、ここは体がバウンドしてしまうほど、 UT が瞬に一撃、赤コーナーには今誰もいません。リング下、瞬が叩き落とされた、肩からぶつかってくる、そして肘、おお、トップロープを超えてダブル2、そして横スカカッター、 DDT に切り替えてきましたね。これは推測していなかったはずです。しかもまっすぐ突き刺さりましたからね、結構なダメージ。おお、旬が飛んだ、 UT かわして止め水水だ。いや、機動力半端ないですね。ドリームゲートチャンピオンが相手でもだからこそでしょうかね、その力を見せつけてまいります。いや、バランスのいい、これタッグお互いですけどね、はい、そうですね、お互いバランスのいいタッグチーム、その2組の戦い、ジェイソンが切り替えて丸め込んできた、まだカウントは2、ここからはジャンプの勝ち。いや、今の形はエンターザドラゴンにはさせずに一撃、
食らわせました。進む、あそろそろということになってきますかね。気合を入れ直して手拍子を後押しに抱え上げると、おここは着地した、どうだ、一回転回ってジェイソンが決めた。死亡遊戯、すごい、いや破壊力を、ドリームゲート体感歴のある進むに対して見せつけました。ああ俺がホールにという意思表示なんですけれども、これは後の祭り。さあ、ピート選手、いかがでしたか。これは、ね、ちょっともう完全にバイブスのペースに最後持ち込まれたかなと、はい、ニューティーの機動力からね、進むのパワーで、はい、ジャンボでね、はい、まさかジェイソンが、やっぱり素晴らしいですね。結構バランスのやっぱいいというか、はい、お互い噛み合ってたんじゃないかなと思います。はい、やられたという表情はテクニックマスター、まあ、UT も収まらないんですけれども、ここは紙一重の勝負と言えそうですね。そうですね、ジェイソンからもやっぱり旬だけじゃないんだと、マスカレード俺たちもいるんだと、はい、いう部分を見せつけれたんじゃないですか。そうですよね、はい、タッグ戦線という点では実績があります。箕浦浩太のパートナーとして活躍してきたジェイソンですが、この春の後楽園ホールで移動力を存分に見せつけています。いやー、2冠王、まあ、タッグで言えばこちらもスペシャリストの進む、この後いかに巻き返してくるでしょうか。さあ、放送席ハイエンドのドラゴンキート選手、どうもありがとうございました。ありがとうございました。